ユーリ・トゥイニャーノフ、ユーリー・ニコラー・エービチ・トゥイニャーノフは、ロシアの作家、文芸評論家、翻訳家、文学者にして、脚本家。ユダヤ系。なお、性については、トゥイニャーノフ、トゥイニャーノフ、ティニャーノフなどとも書かれる。1894年、ラトビアのレーゼクネで生まれた。トゥイニャーノフは、プーシキンの権威であり、ロシアフォルマリズム学校の主要なメンバーの一人であった。 1928年言語学者のロマーン・ヤコブソンと共に構造主義の先駆的考察として知られる言語の命題 DG ゾーンランゲージを発表した。この中でトゥイニャーノフはなどについて論述している。さらにトゥイニャーノフは歴史小説を書いたほか、フィクションにおける構造主義の実験的作品をいくつか発表した。1943年12月20日大発生。 高化賞により死去した、トゥイニアーノフ著、トゥイニアーノフ編小説、中編小説、プーシキンとその時代について、ありがとうございます。